どううももですすいいつもコメンントやグッドボタンありがとうございます今回の動画では何もうまくいかないときに絶対にやってはいけないことということで話していこうと思います。で今回のこの何もうまくいかないときにやってはいけないことこれめちゃめちゃ大事でなんでかっていうとこの何もうまくいかないときにいい方向に動く行動をとれるか。 それとも、それをさらに悪い方向によりより自分の心が落ち込んでいって、なんか鬱みたいになっていくような、そんな選択肢を取ってしまうかっていうところに分かれてくるからなんですよね。なのので多くの場合 メンタルを病んでいってしまう人であったりだとか自分を責めていってしまったりする人っていうのはこのやってはいけないことをやってる可能性というのが非常に高いんですよなので今回はこの動画を見てですね何もう,うまくいかないという時ほどこれをやってねっていうですね具体的な方法っていうものを紹介していきますのでそちらを日々やっていってもらえたらなというふうに思いますでうまくいかない時っていうのはまあ大体ね2パターンあるなっていうふうに思うんですけど自分のことを なんんか攻めて攻めめてててて、て落ち込んでいっっっしししままそして他人にも当たってしまうみたいなことをやってしまったりとか他にもまあねこう仕事ができる人あるあるなんですけどうまくいかないからこそなんか行動しなければみたいになって焦っちゃうみたいなその結果いろんなところでまたミスが起こっていくみたいなことが起こったりします。でこういう時っていうのは問題が解決することっていうのは基本的になくてなんでかっていうと要はですよ根本の部分に、 まあ言うと病気みたいな状態のものがあってその病気の状態で必死に動いたってその病気がどん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 侵食していくだけじゃないですかだからまずはこの根本の部分をしっかりと修正して直していくっていうことが大事になってくるのでそれをしないままその上積みの部分で何かをしたって結局根本が悪い状態だったら何もうまくいかないよっていうことなんですよねだから焦って何かをし始めたりだとか落ち込んでしまって考え込んでしまってどうしたらいいんだって思ってしまっていても 問題は解決してていいいかななんんだっていうことなんですよじゃあねどうしていったらいいのかっていうことを話していくんですけれどもそもそもうまくいかない時って人間どういう状態になっているんですかっていうことじゃないですかそれはですね スランプ状態になっているんだよということですつまり異常状態っていうやつですね本来の自分ではない状態になっているということなんですよねでこれはあなた自身も感じたことがあると思うんですよね例えば人の言葉に対していつもだったらイライラしないのになぜかイライラしてしまったであったりだとかいつもだったらうまくいく仕事なのになぜか今日は失敗ばかりしてしまうっていう時だったりとかこういう時っていうのはよく調子が悪いな今日はっていうふうに言ったりすると思うんですけれどもそれって要は パソコンとかスマートフォンで言うと何かウイルスみたいなものにハッキングされていて調子を崩している動きが悪くなっている状態ということなんですよねつまりそういう時っていうのは自分の状態がずれていってしまっている時っていうことなんですよ本来はもっと人の心を思えたりだとか、えー、相手のためになんか行動ができたりだとか仕事をスムーズに進めることができるんだけれども異常状態になってしまっている この異常状態になってしまっているから、その時に何か必死にしようとしたって何もうまくいかないよねっていうことなんですよ。だから、この時に一番何をしなければならないのかっていうと、要は戻すことなんですよね。チューニングです。チューニングをして、 自分を正常なな状態にに戻しててていくっっことが大事になってきます楽器だって何だって会場に着いたらまずはチューニングすると思います。チューニングして、まあ、例えばライブとかだったらジャンジャンジャンって演奏してちょっと休憩になったらまたチューニングをしますっていう風に。 本当に、ね、いろんなものこの場んぶつというのは、ね、全てずれていくんですよちょっとずつちょっとずつだからそのために戻していく戻していくっていうことが大切だし本当にねパソコンだって何て言うかな iPhone とかだって何だってアップデートとかってしていくじゃないですかそうやってちょっとずつちょっとず,つずれてきたものを修正したりとか、えー、さらにそれを磨いていたりとかってしてですねとにかく状態を維持するっていうことをやり続けるわけじゃないですか人間もそれをやらなきゃいけなくて本当にこう SNS を見ていたりだとか、えー、人との比較の中 どん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 本来の自分とは違った感情であったりとかっていうものに支配されていってしまうんですよね。SNS を見ていたらあの人なんかうらやましいなと思って普通だったら別にこんなもの欲しくないと思っていたものなのにいやーなんか私もあの人みたいにならなきゃいけないんじゃないかなっていう謎の思考がハッキングしてきてその結果あこれ買っちゃおうって言って必要ないものを買ってしまうみたいなのもああいうのもハッキングなんですよね。要は本来のの自分だったら絶対そんななことしないのに 入ってきた情報であったりとか入ってきた感情であったりとかっていうものによって、あ、私こうしなければとか、あ、これが大事なんだっていうふうにずれていってしまうということなんですよね。これはよくドラマとかであるじゃないですか。初めはお母さんのために必死に仕事をしてお金を稼いでいたんだけれども、いつの間にかお金に支配されていて、なんか本当の目的を見失ってたみたいな。 こういうのもチューニングをしないままに進んでいた結果、どん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 悪い方に悪い方にずれていってしまっているんだよっていうような例ですよね。そういうふうに僕たちっていうのは常にずれていくんです。でもこのずれることっていうのは仕方のないことだから、ずれた時に何をするのかっていうことが大事なんだよって。そしてずれてるなっていうふうに自分がまず認識することが大事なんだよっていうことで、まあ、ここに書いていますけれども、ずれてる時っていうのは天狗的になる。自分ならできるんだ、俺はできるやつなんだっていう傲慢になったりだとか、 俺はあいつよりもできるみたいな感じで比較し始めたりとかそういうのも天狗的な考え方。 あとは自分のことしか見えなくなくる自分はこれだけのことをされたんだとか自分はこれだけのものをもらっていないとかみたいな感じで自分のことばっかり考えてしまってでなんか俺はなんでこんなに責められなきゃいけないんだよあいつはあ,なんかああなのにみたいな感じでなんかこう考えて被害者ぶってしまうみたいなこととかも起こってくるということなんですよねでこういう時っていうのは相手のことを全く感じられないわけじゃないですかでそういうふうに、えー、自分のことしか見えていない人の気持ちを感じられない自分が被害者だと思って悲劇のヒロインのように 振る舞ってしまうそして人を見下したりとか逆に歩くにはもう勝てないからって言っていじけてしまったりとかっていう時っていうのは本来の状態からずれてるよって、うん、自分のことしか見えていなかったりとか比較の中でで生きてててしまっっるよよことなんですよねで本来の自分の状態に戻していくっていうのは本当に本当の意味で周りに感謝して。 周りと共存しているような状態、周りのために生きて、そして自分の心も健全で、誰かのために動こうと思っているような状態っていうのがやっぱ正常な状態だし、自分の善なる部分が出ているときっていうのはそういうときなんですよね。あなたも感じたことあると思うんですよね。だから人のためにプレゼントを選んでいる時に本当の幸福感を感じたとかね。だ、うん、から本当にいろんなところであの人のために動くっていうものが本当の幸せなんだみたいなことも言われたりすると思うんですけれども、そうやって自分の善なる部分を 出出してていいるる状状態、出ている状態、前面にバッて出ている状態っていうのが自分の正常ななな状態んんだよよっていうことなんですよそこに戻っていくっていうことを習慣づけていくのが大事なんだってことなんですけれどもそのために日々やったこと方がいいことっていうのが寝る前ありがとう習慣。 要はこの感謝を忘れないでおこうということでなんで寝る前って言ったかっていうと寝る前ってこう毎日やっていくと習慣になりやすいんですよね寝る前にああちょっとあ,ありがとうでみんなに言っとこうみたいな感じでエクササイズとして扱いやすいんですよ寝る前っていうのは。 そして何よりも寝る前っていうのもやっぱり潜在意識にすっと言葉が入ってくるっていうの利点もあるからだからこう寝る前にいろんな人に対してありがとう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 って思っているとまず次の日の目覚めが良くなるし自分の中にその人への感謝っていうのが本当にすんと入るんですよねだから無理にありがとうって言うんじゃなくて本当とすーっと自然と自分の中に入っていくから日中もありがとうの意識で生きることができるというような利点があるわけなんですよなのでありがとうっていうものを寝る前に言っていく 今日出会った人、えー、今日お世話になった人たち、みんなにありがとうって言っていく。自分に嫌なことを言ってきた人にもあ、こういう気づきがあったなっていうふうにありがとうに変えていく。そういった習慣を身につけていくのが大事だよということなんですよ。で うううまくいいいいいいかなな人とのはやっぱこのありががを探すす癖がついていないんですよねだから自分に意識が生きやすくなってしまう自分なら何もかもやってると思ってしまうんだけれども自分の生活自分の今の生きている環境っていうのは全てありがとうでできていますいろんな人によって作られているしいろんな人に支えられている僕たちっていうのは生きているし自分が何かできたことっていうのも実はそれを達成するにおいてはいろんな人の力が 結集されているんですよね例えば僕で言うとコーヒーを入れる瞬間このコーヒーを入れる瞬間にもし美味しいコーヒーができたとしてもそれは僕が入れたコーヒーではないんですよ何でかっていうとその豆を作ってくれた人たちがいてそして豆を洗ってくれた人たちがいてその洗ってくれた豆を、えー、干してくれた人がいてその干してくれた豆を移動してくれた人がいてそれを焙煎した人がいてみたいな感じで、えー、いろんな人が携わってるんですよねその豆を買ってくれた人もいるね返すとこだったらその 会社がその豆を買ってくれて、えー、それを焙煎してそれをひいてそれをコーヒーでドリップしてそれを飲んでくれる人がいてっていうような感じで本当にねあいろんなのいろ 変な人たちの関わりの中で、僕たちの生きている仕事ができているわけなんですよね。だから、僕のこの youtube で見てくれる人がいるからできているわけだし、このパソコンを作ってくれた人がいるから配信できるわけだし、マイクを作ってくれた人がいるから収録できるわけだし。っていう風うにいろんな人の力っていうものが結集されて、今これができているんですよ。だから、僕だけの力で作ったものではないっていうことなんですよね。この意識で生きていると朝食すことってなくなるんだよ。ってことなんですね。だって人に感謝して。ああありがとうございます。本当に自分って恵まれて。 いいいたんだなっていう感覚を忘れれずにいららるからですで常にこの状態を維持するようにするとチューニングをせずともずれていくことがどんどんなくなっていくんだよということなんですけれどもまずは本当に自分の中であ今ずれてるかもなっていうふうに察知してありがとうの習慣に戻ってくるっていうことを意識してほしいなっていうふうに思います。 調子を崩す時っていうのは、感謝を忘れているときだから感謝を思い出して常に自分をチューニングしていくっていうことを意識してもらえたらなというふうに思います。ということでですね、まあ、今回チューニングの話をさせていただいたんですけれども僕たちって実は無意識の間に人間関係がうまくいかないズレであったりとか、まあ、異常状態っていうものを作ってしまっているというか日常の中でそういうふうにずれてきてしまっているっていうのがあるんですよね。そのずれている状態で人とコミュニケーションを取るから人を傷つけてしまったりとか人を なんかこうバッサリ切ってしまうような言葉を投げかけてしまったりとかあいつ面倒くさいなって思われるような言動をしてしまったりとかってするわけなんですよ。だから別に今ののあなたの状態が もともとの性格がね、人間関係に適していないとか、えー、人から嫌われるものだとかいうわけではなくて、ただただ今の自分の状態、ずれた状態に気づけずに、そのままコミュニケーションを取ってしまっているから、相手に価値を届けられない、笑顔を届けられない、幸せを届けられなくて、まあ、避けられたりだとか、うまく循環していかないということが起こっているんだよということなんですよ。要はですよその えそうですね山手線みたいな線路があるとしたらその途中の線路が壊れてしまっている状態なんですよだからうまく気が循環していかなくてそこの壊れた部分でと止まってエネルギーが止まってしまって相手との会話もなんか流れが止まってしまったりだとか相手の関係性がうまくいかなかったりとかっていう風な感じになってしまっているってことなんですねだからそのずれている部分とか壊れている部分を修正していくってことがまずは大事になってくるんですけれどもその方法を解説しているのが僕のラインコラムになりますでこののララインクラムの中で 僕らが配っている電子書籍「あなたエ人たらし術」っていうです、ね、電子書籍があるんですけれどもこちら人間関係においてですね非常に大切な3つの3ステップですねを解説させていただいていますこの3ステップをちゃんと意識して日々生活していけば自然と周りの人が集まってきてただ自分が自然と発した言葉なのに周りの人が 感化されて、えー、自分の周りでさらにこう幸せになってて笑顔になってっていうような輪が広がっていくような、えー、そんなですね、人間関係の作り方っていうものを3ステップで解説させていただいてます。こちらを読んでいるか読んでいないかだけでも、かなり人間関係に対する意識というか、今までもなんか漠然とこの技術さえ使えばいいんじゃないかみたいな風に思ってた人が多いんじゃないかなっていう風うに思うんですけども、それがなんかこう体系的にしっかりとあ、こういう順序で学んでいくんだな、こういう順序で人間関係で作っていくんだなってことが理解できると思いますので、是非こちら読んでみてもらえたらなという風うに。 思います詳しくは動画説明欄の方に書いてありますのでそちらをご覧ください。ということで、えー、今回のまとめなんですけれども。 うまくいかないときは異常状態だよっていうことを話したと思います。自分がうまくいかないときっていうのは自分の状態がずれていってしまっているとき。だからそのときにはチューニングの意識が大事なんだよっていうことをお話しさせていただきました。このチューニングをするだけでスッと本来の状態に戻るから自然と人間関係がうまくいく。自然と流れが良くなるっていうことが起こってきます。で、この流れが悪くなってしまっているときに無理に何かをしようとしても結局そこで止まってしまうんだよね。壊れているところで止まってしまうからずれてしまっているところで止まるからだからうまくいかないんだよってよりよりそのエネルギー、 動いたエネルギーっていうのがずれた方にずれた方にずれた方に,た方に動いていってよりずれた方へ行ってしまうんだよっていうことですねこれは注意しなきゃいけないよっていうことでしたなのでとにかくちょっとでもずれたらチューニングするちょっとでもずれたらチューニングするとにかくありがとうって言ってリセットするみたいな、えー、そういった習慣を身につけていってほしいなというふうに思いますのでぜひこちら毎日やってみてもらえたらなというふうに思いますということで今回の動画は最後になるんですけれどもこのチャンネルでは自然体で愛される人ううになっていくために自分の心にあるメッキを剥がしていく方法を解説し見てくれる人が自分の本来の 魅力をを発揮ししてていいる状態を目指しています人はこれまでの人生の中で偏った考え方や思考の癖を持ってしまっていてそれが原因でこうならなければならないっていう思い込みを知らぬ間に作り上げてしまっているんですねなのでまずはその心のメッキを剥がしていって本来のの自分の良さであったりとか温か温みを思いい出してくこれだけで世界の見え方がガラッと変わるし自分も他人のことも許せるようになっていくし心が明るくて軽くて温かい状態になっていくんですよね。 僕の理想はその心の状態になった人が周りの人たちにもその明るさや軽さや温かさを伝えて感化していけるようになっていくことなんですよその連鎖が人を探すそのひ言をなくしていくし傷つける言動をなくすし孤独で冷たくて悲しい人たちをゼロにしていくと僕は信じているんですよねでその理想を持ちながら僕は日々動画や LINE コラムだったりとかオンラインコミュニティで発信をしていっていますのでもし僕の思いに共感したとか一緒にそんな世界を作りたいと思っていただけたのであればぜひですねチャンネル登録をして僕たちの仲間に加わって頂けたらな といいう,うに思いますでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。セラでした。ありがとうございました。